よし、水垣山来たぜ。イエイ。今日もいとこの生田くんと3週間ぶりの龍さん。ちょっとしんどいです。今水垣山の下の無料駐車場まで来たんで、今日は6時間ぐらいの予定で、今何時だ ?8 時だから2時ぐらいには降りてこれるかなっていう感じですね。標高差は 700m、 累計標高差も900ちょいなんで、多分そんな難易度は高くないと思います。ということで、ここ山梨に来たらもうほとんど新緑はまだ出てなく、冬山の感じなんで、行きますか。行きましょう。スタート。で、駐車場のところからすぐここ登山道があるんで、ここから登っていきます。登山をする人たくさんいるね、やっぱり。さすが百名山。うわー寒い。富士見平50分だよ。山頂まで2時間50分って書いてある。知れてんな。金峰山頂4時間10分って書いてある。こっから行けるんだ。2つ行けそうだな。いや、新沢へ今日は無理で行かないでしょ。登山計画がまるでないっていう。とりあえず水垣山の山頂を目指して、もしかして金峰山行っちゃうみたいな警告版。登山される皆さん、無理な行程に行ってコースの不案内、体調不良、過労、気象条件の無視、連絡の不十分などによる遭難事故を防ぎましょう。はい。登り始めて15分、水垣山が見えてきました。あれだ、あの上まで今から行きます。あの上が水垣山です。綺麗。風強いな。やべえ。今からあの上登ってきます。よし。40分ぐらいで富士見平小屋に着きました。事件が起きました。リュウさんが昼ご飯を車に忘れました。昼ご飯抜きで頑張りたいと思います。パンとおにぎりどっちか1個あげるわ。お湯ありますね。左右を飲みたい。富士見平小屋から富士山は見えませんでした。見えない。残念。今日のおすすめアイテムはゾーンのゼリーです。なんとカフェインが入ってるゼリーです。 75mg。 これいいな、新しいな。ゾーンのゼリーちょっと気になるな。それで決まったらレッドブルいらなくなるな。あ、今川まで来ました。50分ぐらい歩いたかな。ここから1時間半で水垣山頂です。ここから多分 400m ぐらい急登で一気に登っていると思います。あ、鬼滅の刃が見えた。桃太郎岩見えました。鬼滅の刃で炭治郎がこれ切った岩だよ。これこんなでかいんだって。でかっでかっ。割れてる。これはでかいね。桃太郎岩、わあすげえ。割れてるとこ入れそうだな。はとこの龍さんが小さく見える。今この川の中をちょっと歩いてるような感じで面白いですね。で、岩がゴロゴロしてる。川をなんか沢登りしてるような感じで、こんな感じで歩いてるんで。で、水垣山はさ、岩の山だから荒々しいんで、上の方も岩がさボコボコ飛び出してるような岩がいっぱいあるんで、それが楽しいんだよ多分。ああ、百名山としての見どころは左だね。多分あれ鎖があるから。ああ、川あり鎖場あり。これ鎖をたどって登る。よいしょ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 。ああ楽しいな。これロッククライミングの要素もあり、こんな感じで。標高差は大したことないけど、登ってる岩場が岩山なんで楽しいね。今 1900m まで登ってきて、上がね、このまだ見えないけど、この上が水垣山の山頂の方だと思うけど、あと 300m 登ったら着くんで余裕っすね。なんか面白いこと言って。この山いいですね。登りやすいな。さすが日本百名山やな。石でかでかでか。石でかっ。あの上の石でかいぞ。あれすごいでかいやろ。こっから上がクライマックスが近づいてくるね。いい絵が撮れてるよ。色来た。
安心の。はい、どうぞ。一緒に行きますよ。どうぞどうぞ。どうぞどうぞ。どうぞどうぞ。今多分山頂まであと 100m ぐらいのとこ来て、景色がいいっす。晴れてきた。台風1号の影響で昨日までは雨降ってたんだけど。よし、最終アタック行く？行きましょう。行こうぜ。これが大安売り場だ。来た。なんかポイントはある？はい。え？力づく？直投するぞ。これ直投するぞ。来た来た来た。水垣山の頂上の手前で軽アイゼンつけました。行くぜ行くぜ行くぜ。うわ、ここ歩きたくねえ。では行きます。楽しい楽しい。さあもうちょっとだね。ついに来ました、水垣山山頂。やったぜ、やった、やりました。雲が早い。うわ、綺麗、めちゃ綺麗。ちょっと遠くまでは見渡せないけど、めちゃ綺麗やな。こんな感じ。雲早い。やった。大安利岩が見える。あれがね、大安売り場です。めちゃくちゃ綺麗。10時28分です。ということは2時間半で山頂まで着きました。やったぜ。ここすごい。百名山17座目制覇やった。あとこの龍さん撮ってもらっていい？今映ってるんで。やった、やった。映ってる。やったぜ。何座目ですか？17座目やりました。やった、2時間半で登りました。やりました。お、なんかでも想像以上に綺麗だな。いや、すごい。いや、さすが百名山。水垣山山頂日本百名山2230.2m。 やった、イエーイイエーイイエーイ。あれ、大安売りは生田くんは18座目です。やった、大パノラマ。やった。ちょっとなんか足がなんか内股になって大丈夫。金峰山どれか探すか。あ、金峰山雲の中入ってるわ。あれあれ、あの雪があるとこ、この奥の雪が見えて雲に隠れてるとこが金峰山です。あれが 2599m。 金峰山は雲の中に入っちゃってるね。雪、これ雪降ってきた、雪降ってきた、雪降ってきた。遠く見えないけどさ、はい、本当だったら御嶽山とか北岳だとかさ、全部さ、あと見えるんですよね。この先貝駒ヶ岳が本当見えてんだ、この先に。1時間ぐらい待っちゃう。こっちが北岳で、この奥に拳ヶ岳が本当は見えるはず。めっちゃ綺麗、めっちゃ綺麗。よし、じゃあ山頂で時間潰して遊んだんで、でとりあえずご飯も軽食を食べたので、とりあえず今から降ります。降りるよ。やった、やりました。おー、綺麗。さっきあの上からここ見てたよね。今あそこの上まで登って今降りてきました。やっぱ全容が見えるとかっこいいな。あそこにいてこう左の方にずっとこんな感じで岩山が続いてるんで、めちゃくちゃ綺麗だね。岩肌ぶわーって出る。ていうかあそこ今登ったんだよな。5時間でここまで登って往復してるんで、まあまあすごいよね。下から見た感じがめちゃくちゃ綺麗だね。じゃあ今降りてきました。5時間3分やりました。やりました、やったぞ。綺麗だったね。よかったですね。うん、
こっから金峰山もう4時間かければ行けるみたいなんで、まだ金峰山行ってないんで、次金峰山やな。まあ、名古屋から3時間半で来れるので、ということでやりました。お疲れ様でした。お疲れ。お疲れ。はい、ありがとう。